はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。またしても、ビールですが、まあ、この時期はね、ビールが美味しいです。アサヒのクラシックプレミアムという、これコンビニで買ったやつですね。どこだ？ローソンか、それともなんか、セブンイレブンじゃなかった気がするけど、ローソンじゃなくて、ローソンじゃなかった。ローソンだったかな？いや、それかあのね、新潟にしかないコンビニのセーブオンっていうところ。まあ、新潟以外にもあると思うけど、新潟には結構あるんだよ。セーブオンはね。厳選したドイツ産ホップ使用、ドイツの伝統的製法による、味わい深いプレミアムビールということで、値段が確か230円 ?40 円ぐらいしたかな。アルコール度数5%です。原材料が麦芽とホップなんで、のみですね。だから100%、麦芽、ビールということでしょう。まあ、限定醸造ということでね。今回のつまみは、じゃん。スッパムーチョの、ぎゅーっと酸っぱい梅味です。どんぐらい酸っぱいかが全く書いてないんだけど。まあ、いっか。じゃあ、飲んでいきます。かなり冷やしたからな、これ。かなりギンギラギンに冷えてる。ギンギンに冷えてる。キンキンに冷えてる感じですけども。あ、こういうタイプか。スティックタイプですね。うん、酸っぱい。じゃあ乾杯。結構甘めですね。苦くない。ちょっとググりましょう。クラシックスプレミアサヒビール株式会社は、本場ドイツの伝統的な醸造方法で作った麦芽100%のプレミアムビール、アサヒクラシックプレミアムを全国のユニーグループホールディングス、軒下、傘下のユニー株式会社、サークル系サンクス、あ、サークル系サンクスだ。サークル系だ。そこだ。サークル系原型っぽいね。甘くて飲みやすい。なんか甘く、苦くない。ので、これ初心者向けですね。苦いの嫌いな人、
向けだな。ていうか苦くない上に、コクもないです。正直、あれって感じですね。これプレミアムって感じです。はっきり言うと。全然、なんか、すっきりとした味わいすぎるというか、コクもないし、苦味もないんで、結局、なんか、なんなのっていう。一体何なんでしょうかという感じがするね。個人的に。今全く関係ないんだけど、アサヒの梅酒のサイトを見てますが、アサヒ8年貯蔵梅酒だって。セブンイレブン限定だって。こだわりの8年貯蔵梅酒だって。すげえな。8年はすげえな。さすがに。だって普通梅酒って大体1年ですよ。それなのに8年って、やばいですね。これ飲んでみてんや。ただアルコール度数 10% ですね。少ない。まあ、普通、ね、十何パーセント、13%とか。ね。2% とかさ。結構あるね、メシュ。濃厚梅酒。濃純？5年熟成梅酒。梅。なんて読むのこれ。ちょっと贅沢に5年熟成。仕込み時に砂糖を使わない無糖仕込みで。5年間熟成させた韓国産のスッキリ梅酒です。韓国産かよ。道理でなんか韓国っぽい、韓国っぽいなぁと思ったけど、なんか、瓶が、緑色でなんか。道理で。あ、結構これ酸っぱいわ。正直これは、このアサヒクラシックプレミアムはちょっと、ひどいな。プレミアムビールと思え。普通のアサヒスーパードライの方がうまいという。おかしいよな、絶対。どうなってんの、これ。一体どうなっているんだ。っていうぐらいの、
評価なんだけど。おかしいぞ。絶対おかしいぞ。スーパードライとか、スーパードライってほら、ね。まあドライっていうかさ、結構アルコールの味が結構するんですけど、これ全くしないんだけど、もう何の変哲もない、なんか、苦くもないし、まあ、ね。コクもないしで、プレミアムと名乗って、うん。るのがちょっと不思議なぐらいなんですけど。これちょっと残念すぎないか。あれおかしいな。こんなまずいの。いや、まずくはないんだけどさ。正直、通常のクラシックっていうかプレミアムビールじゃない、通常の生ビールの方がうまいってどんなのって言いたいんだけど。ありえんな。結構ね、さっき言ったサークル系はですね、結構すごいです。意外とサークル系のみのやつが売ってますからね。うん。サークル系でググるか。サークル系でくぐります。ね、セブンイレブンとファミマと、まあ、ローソンが、まあ、大体この三大コンビニと言われてますけど、実はサークル系はね、地味にね、その三つにないものがある。うん。何気に。なので、まあ、うん。まあ、ね。行ってみたらどうでしょうか。という感じです。うん、ただ、これは全くうまくないんです。びっくりするぐらい。うまくない。まずくもないけど、うまくもない。でも、どうでもいいけど。セブンイレブンがさ、コーヒー入れたてコーヒーみたいなのあるじゃん。あれうまいよな。てかサークル系にもこの入れたてコーヒー100円であるんだけど、ホット100円、アイスも100円、あとなんかサークル系だと有機栽培コーヒーっていうのが150円で、エクストラブレンドが160円、そしてすごいブルーマウンテンブレンドが180円だって。安い、手軽に飲めるね。ブルマンが高級。まあ俺ブルマン嫌いなんだけど。であとリプトンのイエローラベル、ああ紅茶か、が150円でありますね。まあ、
俺は最近はもっぱら、やっぱり、セブンイレブンのアイスコーヒーですけど。あれめっちゃうまいよ。マジで。あれびっくりする。まさに。サークル券の場合は、いわゆる、これ何なんだ？入れたてコーヒーって書いてあるけど。あのさ、セブンイレブンだとさ、挽きたてじゃん。上に豆がバーってあって、そっからもう挽くんです、直接。だからうまいと思うんだよ。でもこれはね、違うっぽいですね。いわゆる、なんか、ここに書いてあるけど、K カップっていう、まあ、いわゆるなんだ、フレッシュ、コーヒーフレッシュのような容器に入ってる、まあ、濃縮されたコーヒーみたいなのをセットして、で、多分水を加水するんだろうな。して多分作るパターンなんだね。へえ、俺飲んだことないこのサークル系で。そんななんだ。でもやっぱ入れたて、よくは挽きたての方がうまいでしょ。絶対。確実に。だって、セブンイレブンなんて、あれだって、豆がこう上にあってさ、そっから挽くからね。すごいと思う。ね。今、現在進行形で、これ、もう挽きたての入れたてなんだ。これは入れたてだけど、サークル系はね。まあ、今度飲んでみます、俺。まあ、自称コーヒー通のね、身としてはちょっと飲んどこうか。まあ、ちなみに、スタバのコーヒーはうまいです。間違いない。ただ、スタバは高い。ただ、まあ確かにうまいんだけど。スタバは結構苦味が強いね。俺、スタバも飲んだけど、まあ、あと、まずかったのが、なんだっけ。え？なんだっけな。ドトールコーヒーはうまくないですか、あれ。もうね、もう自家製とか問題じゃなく、もう普通の家庭で作る、ただの、普通のなんか、そこら辺のインスタントコーヒーみたいな。の味。もう何の変哲もない、なんか、もう何の特徴もない上に、別に苦くもないし、あ、コーヒーですねっていう。あ、これは普通に家で作れるわ、っていう感じ。スタバは苦い。とにかく苦いです。かなりシャープな味ですね。あと、どこ飲んだっけ？あ、コメダコーヒー店飲んだけど、あれも普通にまずいな。まあ、俺、動画上げたけど。ニコニコの方に。コメダコーヒー店はまずい。あんなに高いくせに。
まずい。ただミルクがうまかった。で、あと、タリーズコーヒーか。タリーズコーヒーもまあまあまあかな。だから順位をつけるとしたら、スタバが1位。で、そうだな。セブンイレブンが2位。あ、味だろ?味だと、難しいね。タリーズとセブンイレブンがもう同じぐらい?うん。で、あと、論外。あと、買わない。買わないですって。あ、そんぐらいうまい。うん。タリーズコーヒーは結構、どうだったか、香りが強いな。セブンイレブンも香り強いですよ。セブンイレブンは。香りが強い。口の中でかなりブワーッと広がりますね。あれがすごい。素晴らしい。さすが引き立てというところですね。まあ、しかも100円だしね。値段100円。で、L サイズが、180円とかな。150円とかか。うん、美味しいです。まあ、ぜひ。セブンイレブンはあれは。だって、あれ1億本ぐらい突破したらしいからね。一億は灰か。セブンコーヒーがね、何億本だか突破したの。ほら。ブログでもね、やっぱうまいって。セブンイレブンのコーヒーが超絶うまい。ホットだと、通常のやつが100円で、でかい L サイズが150円。で、アイスだと普通のが100円で、L サイズが180円ですね。これはうまいです。とにかくうまい。びっくり。コンビニ程度で100円で、あそこまでうまいのがやばいですね。びっくりですね。もうなんか、スタバは高いから、もうこれでもう十分みたいな。セブンカフェ、販売数が1億杯を突破だった。すげえよ、ね。これうまいもん、ばっかり。うん。とにかくうまいもん。びっくりするほどうまい。これは。これ絶賛してますね。うん、これは売れる理由がわかるわけです。さすがに、うん。これは。うん。わざわざ缶コーヒーを買う。てか、缶コーヒーはまずい、基本的に。ブラックでも、まずい。どれでもまずい。基本。てか、酸っぱい。ブラックは、超酸っぱい。酸味が強すぎる、あれ。一体何なんだっていうぐらい酸っぱい。あのね。んで、通常の、微糖とか、普通の砂糖入ってるやつはもう甘すぎる。ひどい。うん。で、まあ。セブンイレブン、俺基本的にまあ、砂糖とか入れないんですけど、そのセブンカフェはね。引き立てのやつはね。うん。てか、もうそれ以外飲んだことないよね。
ローソンとかファミマとか、まあ、さっき言ったサークル系のコーヒーは飲んだことないんです。どこでもあるけどね、コンビニ店で。さあ。まあ、飲んだことないから、全部が全部うまいのかと。というのはわかんないんで、まあ、今度飲んでみます。で、まあ、レビューしたいと思います。この酒動画で適当に感想を言って、ね。多分この、ここまでの味を出すのは、やっぱセブンイレブン以外は、無理だろうと俺は思いますけどね。多分。超うまい。とにかく香りが強い。もう、飲むと、ブワッと香りが、やっぱ引き立てだから香りがやっぱ、結局、フレッシュなんです。フレッシュ。非常に香りが強い。あそこまでね、香りが強いのは、やっぱり、インスタントとかじゃ絶対無理ですね。俺のドリップコーヒーとかでも多分、挽きたてじゃないから、基本的に粉で、最初から粉の、最初から粉のやつだからね。やっぱそれをか、やっぱ挽きたてはやっぱすごいでしょうね。もう普通にアイスにしても、ホットにしても、どっちにしてもすごい、香りがもうすごいです。うますぎる。確かに苦味とかはそこまでないけど、でもそれなりにあるし、しっかり。もうはっきり言ってもうあれですよ。さっき言った、ドトールじゃねえ。あ、ドトールか。ドトールコーヒーと、コメダコーヒー店は、マジで、見習った方がいい。まあ、だいたいドトールとか全然うまくねえ、あんな。わけわからん。まあ、コメダコーヒーも同じだけどさ。わざわざ店行ってさ、ね、飲んできたんですよ、ブレンドコーヒー。ふざけんなと。あんなに、ね。そうなると普通に家で、ドリップしたコーヒーの方がうまいわ。バカたれって。思うけどね。なんでわざわざ店まで行って、コーヒーを、ドリップコーヒー飲んでんのに、家でそこら辺で買ったスーパーの、ね、ドリップコーヒーで、ドリップした方がうまいんだよって。わけわからんでしょ。さすがに。さすがにそれちょっとブチ切れましたけどね。さすがにちょっとそれはないだろうと。いい感じです。ということで、朝日のクラシックプレミアムは、これひどいですね。こっちはひどいです。プレミアムビールで初。これ三つ星をつけます。三つ星です。三つ星。通常のビールですら4つ星はつけるのに、プレミアムビールだったらまあ基本5つ星がほぼ確定的なのに対し、4つ星の通常のビールよかまずい。というのはこれはひどいですね。で、何を考えてるんだ、朝日。何がクラシックで何がプレミアムなのかって。意味もわからない。これには憤慨です。それではご視聴ありがとうございました。